アイデアと企画力で良いもの、新製品を開発して、で日本の研究者を支えていく。それによって日本が輝く。新しいことをどんどんチャレンジしていこうっていうのがまず根底にあると思います。積極的にアプローチしていこうというところは社風で感じていますね。福利厚生の部分はですね、産休育休が取りやすくなった点です。社屋建て替えたのもあって、職場の雰囲気が明るくなりました。再生医療が本当に当たり前になったときに、自分が携わった商品だったり、当社の商品が誰かの役に立っていればいいなというふうに思います。